慣れたもんだな。慣れたもんだな、スタイリッシュ。なんでお前そんな早いんだ。あれ、なんだこいつ、なんだお前ら、それっておかしくね。あ、終わった。あ、終わった。ちょっとそいつおとりにする。多分降りてくるから彼をおとりにする。やり合ってもらう。これが圧倒的成長。全然弾持ってねえじゃないか。回復よこせ、回復。そんなものはどうでもいい。回復、回復、回復をくれっつってんの。回復をくれっつってんの、俺は。あのさ。真面目にやるか。あと一人か、足音は。足音は一人だけど、絶対一人じゃない。やっぱり。あさりに来るな、これ。やりに行くわ、歩いて。下か。やったぜ。はい、制圧ビシバシと。なお、アイテムうまく取れねえ。これで制圧だな。いないと思うよ、さすがに。さすがにおらんと思うけど。はあ、疲れたわ。ほんま。開幕武器取れるようになってきたわ。圧倒的成長。やったぜ、卒業したぞ、ついに。これはもうヌーブとは呼ばせないな。ヌーブとは呼ばせねえな。これで卒業できるようになった。俺はやった。あ、Sケースだ。あばよ、その時。最初に殺したやつがレベル2バック装備してたな。あ、まあ、いや。かも。はあ、疲れたわ。だいぶでもいいとこに降りれる。いいとこじゃなかったな、正直。今のパラシュートミスったけど、場所は良かった。場所は良かった。成長はしてる。まあ、ぶっちゃけ負けてたけど、あそこで。リロードしてるときに見つかってたら負けてたけど、あいつは気づかなかったから助かったね。
空いてるな、いるぞ。舐めるなよ。暑いな、これ暑いな。もう一人いる。暑いな、マジで暑いな。エサロールだ。カーカー撃っちゃいたくねえな。やめよ、逃げますね。場所がいまいち分かんないし、やめとこ。美味しい。4倍欲しいな。カー用、スカー用のじゃない、スケース用の4倍くれ。持ってるかな。倍スカーあったらもう最強。これアナリスタルに撃たれそうだから車で壁にする。は？何もないにも程があるでしょ君。君何もないにも程があるよ。それはどうしてこんなになるまで放っといたんだ。レッドドットサイトが赤く光り輝くのは俺嫌いなんだよね。アピってるの。このレッドドットサイトがマジアピールする、いらないと思う。このこれでいい、これでいい。光最小限にしたい、デフォルトで。たぎるんだよな、熱くたぎるんだよな。赤く熱くたぎるのマジいらねえんだよな。 SKS のこの機能、 SKS じゃない、レッドドットの。何使うんだこれ。いてー、酔う酔う酔う。やめて、もう俺慣れてないんだから、一人称の運転。正直バトルフィールドでも俺運転、一人称で運転したことないからね。 BF でもわかるでしょ、 BF こそ三人称の運転だからな。きついわ、一人称で歩くのは。まあわかる、まあわかる。一人称で歩くのは分かるよ、まだ。一人称の運転は分からん。やったことない。さすがに酔う。きちい。倍速欲しいな、4倍。SKS だったら、まあなんか2倍でも当てれそうだけど。
あ、ちょっと聞こえてたんだよな、今。やばった、割れてねえわ。7ミリって弾速遅いから、いや5ミリより貫通するよね、7ミリって。あ、どっちだっけな。まあほぼかはね、どっちも貫通しねえわな、これ。正直どっちも貫通 しないようなもんだよ。危ねえ、そっちか。殺す、どこだ、わかんねえ。サプレッサーは弾速が遅くなるはずなんですけどね、弾がそもそも違うんで、ね、サプレッサーってそもそも弾が違うんで、音を消すためのなんか使うんだよね、弾を。でもそこまで使う銃はないの、なんかそこまではしないのかな、わかんないや。なんかサプレッサーを本当に音を消すときは弾そのものを変えるって聞いたけど、サプレッサーは僕にわかなんでわかんないですけどね。一人称の森蔵はマジでヤバくない？熱くない？もらうよ俺。一人称の森蔵は熱いでしょ。もらうでしょこれは。おい、もう死体が見えないもん。むしろ君死体からして見えないよ。いいっすか？待って、アロマ持ってるこの人、なんだっけ、 MK も持ってる。いいんすか自分こんなの。熱いこれ、やんばっ、これはやばい。なんでカバンが、カバンショボスだね。あっちいこれ。グレード1個捨てるわ、こんないらねえ。この辺伏せてようかな、嘘。ここで待つわ、ここ結構来るっぽいしな、いそうだけどな、いそうだけどな。なんかこれは大丈夫だね、まあいないね、間違いなく。一応クリアリングするか、ここ打ち始めたところやられるのだけは尺だな。まあ絶対いないと思うけど、これでいたら逆にすげえよ。はい、いないね。一応見るよ、一応見るよ、2回。あ、いないね、はい、いないね、いないね、いないね、いないわ。
いいな、これ。これいいね。パッと見草にしか見えないよ。これはパッと見草にしか見えないよ。スタイリッシュの部。あと17人か。決めよう。決めて車で行くか。ん？俺か。俺が見える。軸が歪む。すげえかっけえ。 MK14 こんな音なるんだ。サプレッサーパッパッパキパキ言わすんだね。結構パキパキ言わすんだね。山の上登っちゃおうかな。まあやめた。溝行くわ。盛り土があるしね。この辺まで行きます。溝が外れても盛り土で多分うまく切り抜けることができるはず。早く感じる。怖い、マジで。ぶつかるかと思った、今。早く感じる。おぉ、めっちゃ早く感じる。すげえ、早く感じる。なんて疾走感だ。これは怖いぞ。おぉ、いって。場所悪いな、俺。いや、実際の80キロはあんな速くないっすね。まあ80キロ出すような道が平坦な道でしか出せないから遅く感じるね、正直。逆に遅く感じるんだよ。これ教習所で習うけど、車って80キロとかで走ってる方が遅く感じるんだよ。あったよね、教習所で。なんて言うんだっけ、それ。高速道路とかでしか出さないじゃん。だから遅く感じるんだよ。だからブレーキの感覚とかを間違えて事故るから気をつけましょうっていうのを教習所で必ず習うはず。愛知県では習う。なんて言うんだっけな。高速道路でしか走らないから、100キロとかは。遅く感じるんだよ。タイムしたわ。結構ブレブレちゃん、ブレブレちゃんっていうか、むずいよな。8倍上に跳ねるから。4倍とか当てやすいんだけどね。フライパンか。フライパンに当たったな。助かったな、お前。今フライパンに当たったな。4倍で使った方がいいのかな。
とりあえずアンチ外れちゃったし、外れちゃったし。まあいいわ、ギリスーツだし、わしギリスーツやし、ギリスーツやし、大丈夫やで。MK14 とか SKS は4倍の方が打ちやすい、あると思います。これ覗くたんびに持ち替えたら8倍になっちゃうのがめんどくせえんだよな。8倍って4倍いらねえんじゃないかって最初思ってたけど、持ち替えるのがめんどくさいからやっぱ4倍は必要だなって思ってる最近。さっきケツに7発もぶち込んだあの人復讐してきそうだな。復讐に燃えてそう、ケツ打ちまくったから荒ぶってそう。車で行くわ、この辺ちょっと避けるわ、多分相手が待ってる。どうせこの辺で捨ててもなって感じだし、いやこの辺で捨ててもなって感じだな。殺してればこの辺で捨ててよかったんだけど。ガとかの2階だ、星状だ、デッサルだね、怖え。あの家取りに行くぞ、戦うぞ戦う。なんかいるかな、ちょっと中だけ一回クリアする。いないね、多分生きてる、めっちゃ生きり散らすやん君。打ちたいけどな、打ちたいんですけどね。ちょっと待って、周りが怖いんだな、打ちてえけど。いくらギリスーツでもここ出ていって打つのはちょっと怖すぎでしょ。アウチ、やる、危なかった、フェイントかけられた。おいしいなそれ、お互いレベル3ベスト、レベル3ベストじゃなかったら負けてたな。お互いレベル3ベストだった。これが同じ条件で戦うということや、先に一発出すと俺の勝ちだった。なめたなレベル3があるからって。FPP 慣れした動きだったね彼は。俺のような FPP のド素人とは違うキレの良さがあった動きに。慣れてた。おお、レザーフード、へえすげえ。まあいらないけど、
ガスラ走ってるぞ。ぶっ殺してやる、ぶっ殺してやる。アンチ入ってる、俺アンチ入ってる。一発当てたけど、アーマーなくなったー。やばいこれ。ソロ入んない、入んないです。アーマーなくなったー。よくアーマーなしで勝ったな。いや一発分が決まった。レベル3ベスト今、一発分で勝負が分かれた今。このレベル3ベストなかったら俺絶対終わってた。一発分で勝負分かれたな今完全に。いやー一発分の差が出たな。レベル3ベストなめんなよお前。アグレッシブなやつ多すぎだろマジ。しっかり来るやつ多すぎる。これが FPP か。 FPP に降り立った引きこもりの陰キャ、引きこもりギリースーツの陰キャ。しかも未だにギリースーツのくせに外に出ないというチキンっぷり。ギリースーツなのに俺外出てないからね。徹底してる。俺が見たやつレベル2ヘルメットだったような。最初にあそこ走ってた人。あ、こっちに俺一人いると思う。はい、陰キャ。これが TPP の戦い方なんだよ。陰キャの戦いは陽キャの国に降り立った陰キャなんだよ。これが覚えとけ。こいつアンチ外れてる。来るぞこれ。ここで待ってれば来るぞ。どっちかから。分かった。3人の位置来るならこっちだろうな。こっちか。来る。敵3人の位置分かってる俺。大体の位置はね。Huh?